四国南西部愛媛県上辺町の羊湾。去年の11月15日、地元の若い漁師が落としたイカリを探すため海に潜った。その時、海底40メートルの砂地に奇妙なものを発見した。飛行機、それも戦闘機だった。水中撮影の映像から、旧日本海軍が最後に開発し、戦後国内には一機も残っていない幻の名機四電海であることが分かった。私たちはこの知られざる戦闘機四電海の物語を追って取材を開始した。ラバウルに今日も快晴の朝が訪れた。まさにラバウルは沖南洋から我が本土を守る最大の防災である。この戦略的要点を守る南太平洋ラバウルの基地で自給自足する兵士たち。敵の空襲施設の塔を加えれば、真珠湾攻撃から3年目の昭和19年、戦局は日本にとって不利の様相を強め、アメリカ軍は日本本土を脅かし始めていた。太平洋戦争前半の花形戦闘機ゼロ戦も、これに対抗してアメリカが開発した2000馬力の重戦闘機グラマン F6F に圧倒されていった。日本海軍はゼロ戦に代わる新鋭機の開発を急いだ。グラマンに対抗する高馬力高速の重戦闘機、本土決戦のために一刻も早く。海軍の命令は神戸の川西航空機に下った。いわゆる錦台艇の製作で知られたメーカーである。物資不足、ことに部品不足の中で、持てる国力と技術とを振り絞って新鋭機は作られた。川西はすでに実戦配備中の四電を大幅に改良し、昭和19年1月、ゼロ戦の性能を大きく上回る四電21型、通称四電海を作り出した。この四電海には、自動風船フラップという画期的な装置も施された。速い飛行機です。そのちょっと上げ舵を引っ張るとすぐ失速をするというのはこれ時もなんですけども、そのフラップを下げることで失速からなかなか失速しなくしようと。でちょうど必要なだけフラップを下げていけば抵抗は減らない、スピードは落ちない、それで揚力がつくと失速はしない、こういうことを狙ったのが風船フラップなんです。効果でいうと、例えばこう宙返りをすると線ですか、そうすると風船フラップなしで失速ギリギリのところで回るとこれだけで回れると、で風船フラップ付きで回るとこのくらいで回れると。愛媛県松山市、四電海の完成に合わせて、ここ現在の松山空港一帯を基地に
新しい海軍航空隊が編成された。敷地が広いこと、呉北九州などの軍事産業の拠点に近いことから松山が選ばれたという。新しい部隊の名は343航空隊剣、通称343空。司令は真珠湾攻撃などで鳴らした源田稔大佐である。戦はだんだん負けてくる、その原因はどこにあるかといえば、まあ、海軍が制海権を失うからなんですね。海を失って戦に勝つことないんですよ大体。それから海でなぜ負けるかというと航空が負けるから。で航空がなぜ負けるか、戦闘機弱いからです。だから私はその海軍の戦闘機の出身だからね、非常に責任感も感じたわけですよ。だからこれは一つ強い戦闘機隊作って、この制空権の奪回をやらなきゃいけないと、はい、こう考えて、ああいう特殊な部隊を編成して、誰かっていうより自分が行ったら一番いいと思って、僕はこれはそれこそ上に私が自分でやりますから、それ以外に任命してくれと言うんで、その通りやってもらって行ったわけです。343空は昭和19年も押し詰まった12月25日に発足。南方の前線から国内の各基地から歴戦機影のエースパイロットが続々と松山に集められた。一隊およそ40人で3つの四電海戦闘隊を編成。隊員は自分たちでそれぞれ新選組、維新隊、天柱組というニックネームをつけていた。この精鋭の特殊部隊に対して海軍は明確に任務を言い渡した。アメリカ軍から日本本土を守ること、四電海は本土での航空決戦の切り札である。戦闘機四電海は戦後日本国内には一機も残っていない。終戦直後アメリカ軍が接収したもののうち2機ないし3機がアメリカに保存されているという。その一つをオハイオ州デイトンの空軍博物館で見た。旧日本海軍迎撃用局地戦闘機四電海、アメリカ軍は四電海をジョージと呼んでいた。案内板には第二次大戦の軍用機のうち最も優れた万能戦闘機の一つと記されている。長さ 9.35 メートル、重さ4トン、一人乗り。エンジンは中島誉れ21型、1990馬力。これはゼロ戦の2倍にあたる。最高速度は796キロを記録している。強力な20ミリ機銃を片翼に2門ずつ、合わせて4門備えていた。太平洋戦争前半の主力機ゼロ戦は軽い機体と小回りの利く操縦性で勝負した。これに対して四電海は高速高馬力、強力な武装、そして頑丈な機体でできるだけ搭乗員を守るという設計思想のもとに作られた。それは戦争末期に至って軍部がようやく取り入れたアメリカ側の設計理念に他ならなかった。アメリカ軍パイロットはどのような形で四電海と出会ったのか。私たちはグラマン F6F の元搭乗員を訪ねた。
昭和20年初め、少なくとも3月19日の戦いまではアメリカ側は四電海と343空の存在をまだ詳しくは知らなかったという。I remember that morning very distinctly because it was a beautiful, sunny, bright morning, and we had been assigned, as I recall, to the second fighter sweep of the day, in which we launched from the Hornet, which was at that time fairly close to the Japanese islands, I think about 100 miles offshore. And we launched, I would guess, about 6:15 in the morning, and were headed to two targets.Airfields in the Koori Naval Base vicinity. We were flying in, I guess, about 20,000 feet, sailing along at that altitude, looking at the sunshine, enjoying the scenery. We were not surprised to see what appeared to be a flight or two of returning airplanes. All of a sudden, a couple of miles, I heard this shout saying, "Hey, those are meatballs!" And by that time, of course, the two flights had closed. We quickly saw that we were bracketed on either side by two flights of what appeared to be Japanese fighters.一撃して、そして引き上げる。引き上げて、コードを取って、ここでロールを打ちます。ロールを打って、またその次の射撃に入る。そのロールの時に使うわけです。その空戦フラッパーをガッと握って、ギューってやると、極めて小さい半径で、くるくるっと回って、次の瞬間の、いわゆる視線が取れる。で、取りかけてって、もうここ、もう本当に距離にしたらもう100メーター、歩かなしぐらいまで接近してね、ダダダーッと言ったわけです。そしたらその時にね、デッ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 こういう感じなんですよね。それはもう赤玉がピャーッといくでしょ。そしたらもうブワッとこう煙吐きますよね。火が吹かんなかなか。ブワッと火、やったーとこう思うわけですね。The Gorge was a very good airplane, and it was equal to the F-6F, the Hellcat.この時はそれまでがずっと負け戦負け戦でしょ。で、四電海がどれだけのそのグラマーに対して、力を発揮するか。で、これでできると、やったと。あとはいかにこの体制を持続するかということでしたね。昭和20年3月19日、松山上空で展開した343空初めての空戦は、配色濃い戦局の中にあって目を見張るような戦果を上げた。羊湾に沈んだ四電海は愛媛県当局が引き上げることになった。今月7日、巨大なサルベージ船が湾内に入った。昭和20年、四電海の343空はこの海を越えて九州の鹿児島県鹿屋に移った。この頃アメリカ軍は沖縄に上陸し、不沈戦艦といわれた大和も沖縄に向かう途中撃沈された。日本が急速に追い詰められていく中で、343空の鹿屋での任務は沖縄へ向かう特攻機のために九州南方の制空権を確保することだった。休む間もない出撃が続いた。しかし鹿屋基地にいることわずか1週間、343空は一旦国部に移り、4月30日には慌ただしく長崎県大村に基地を移した。343空の関係者はこう言っている。
沖縄方面から攻め上ってくる敵を迎え撃つのに、鹿屋や国分では海に近すぎて敵機の侵入する情報が取れない。情報を集めて迎撃態勢を取るには大村の線まで下がらざるを得なかった。343空発足から4ヶ月目のこの頃、戦闘可能な四電海は対編成当初の2分の1以下になっていた。大村に行きましてね、6月頃だったと思うんですが、ある日源田さんが、源田司令が彼らから帰ってきまして、豪華な司令から飛行長、特攻出せで行ってきたよと私に言われたもんですから、行きましょう、その代わり私が一番先に行きます、だから隊長、兵学校で全部やってくださいと、優秀な人間をね出せばいいでしょうと、必ず戦果上がりますと、その代わり司令あなたは最後に行って、それで終わり、ただしもう一つ条件がありますと、この参謀ね、特攻やる特攻やるってどういうものかね、私の後ろに乗っけるから最初にね来なさいと、それだけの気持ちがあるんであれば三陽さんは見事に三陽さんだけでやりますって言ったんですよね。で源田さんも全くだと、それっきり特攻の話はありませんでした三陽さんには。しかし四電海は大村で特攻隊並みの任務を背負うことになる。5月以後、西日本の中小都市を襲い始めた空の要塞 B-29 との戦闘である。The fighter pilots were tremendously aggressive. And they would fly in from high above us and die right down, head on. And when you think of a formation of 12 airplanes, which we tried to fly, they were facing 6 50 caliber machine guns on each airplane. And there was just a wall of bullets going out there. And it took a tremendous amount of courage to fly through that. And they would come so close that it was unbelievable. I could actually see the pilot's face. And I can honestly say, I don't know of any braver people than Japanese fighter pilots. They performed heroically and against odds that were incredible.5月11日、 B-29-60機が川西航空機の工場を襲い、女子挺身隊員など138人が死亡。さらに続く集中爆撃で四電海の生産は壊滅状態に陥った。